ブラジルにおいての武芸の歴史。1868年から日本の移民はハワイ、アメリカ、オーストラリア、ニューカレドニアへ始まりました。アメリカに当時いた日本人は現地の人間とあまり交わることなく、アメリカ人によって東洋の学校を作られたことにおいて差別を感じ、ペルーやブラジルに移民を始めました。その中でも1908年4月28日には792人の日本人移民が神戸からアフリカを経てカサトマル号に乗船し、ブラジルサントス港に乗りつけました。それをきっかけにブラジルへの移民は増え、今ではアメリカに次ぐ第二の日本人移民の人数を抱えることになりました。その後日本は第二次世界大戦を経て敗戦したにもかかわらず、新同連盟というブラジル在住の日本人移民間で太平洋戦争での日本敗戦を信じない者、いわゆる勝ち組が形成されました。1941年太平洋戦争開戦に伴い日本とブラジルは断交、駐在公館が次々に閉鎖し、大使をはじめ日本政府外交団が第三国のヨーロッパに退避する中で、日本人移民は取り残されました。サンパウロ州では戦時特別取扱令により、国家の演奏、天皇の肖像の掲載が禁止されました。街頭における日本語の使用も禁止され、ポルトガル語の使用を強制されました。このため、公の集会はほとんど開けず、唯一の情報源でもあった日本語で書かれた新聞雑誌の配布も禁止されたことで、9割の日本人移民者は完全に情報から遮断されました。当時、ポルトガル語の一般新聞を読める日系移民は少数であり、戦争終結までの4年間で移民者が入手できた情報は短波放送だけでしたが、このような高性能ラジオは輸入品で高価な上に性能も悪く、聞いてもほとんど推測の息を出さないことも多かったのです。バルガス大統領の推し進めた国粋主義色の強いブラジル政府の厳しい同化政策、戦時中的性黒人として受けた規制と圧迫に耐えてきた移民にとっては、敗戦は日本人としての生きる道の喪失を意味していました。このため情報が遮断されている中で、次第に日本勝利を信じるようになっていったのです。この事件はブラジルの日本移民社会においては1970年代初期に至っても一部ではタブーであり、移民一世の間では封印されてきました。日本人社会がある程度の落ち着きを取り戻したのは10年を経た後であり、新たな戦後移民を迎えた1960年頃になってからのことであります。地方によっては長くしこりを残しました。そんな中で真実を信じた負け組の一族であった武芸指導の小川家は、新同連盟から脅迫を受けることになってしまい、もともとサンパウロで指導していた小川和夫氏は新同連盟からの危険を逃れるために1975年に小柳へ移動した後、2年後の1977年には肺炎で命をなくすことになってしまいました。ゴヤナで小川和夫氏が指導していた頃、ジョルダン・アゴスト氏は
近所に住む小さな子供でした。そして小川和夫氏の死後、小川和夫氏のいとこにあたる平山木橋氏が指導士として小柳で後を継ぐことになりました。平山木橋指導士は小柳で11人の生徒を抱え、そのうちの一人がジョルダン・アゴスト氏にあたります。そしてその後亡くなった小川和夫氏の弟小川博史氏が64人の指導士をパラナで教育し、最高指導士となり、ジョルダン・アゴスト氏はこの64人のうちの一人となります。小川博史氏は彼の息子を肺炎で亡くし、妻は1963年には日本へ戻り、1964年には神の道に進み、最後2004年にはサンパウロで命を落としました。小川博史氏が亡くなったものの、彼が育て上げた64人の指導士のうちの一人であるジョルダン・アゴスト氏は2006年にブラジルからスペインに渡り、今では約世界20カ国に渡り武芸を広げ続けることになりました。さらにジョルダン・アゴスト指導士は毎月武芸インターナショナル雑誌に掲載され、雑誌の表紙にも何度かなり、自然武芸全土に表彰され、日本の伝統遺産として世界に認められるまでに到達いたしました。Thank you.